皆さんこんにちは、いちきです。今日は私のいつも使っている一軍のルアーたちをですね、補充してきたので、それを紹介したいと思います。とプラスでリグリ方っていうんですかね、セッティングの仕方も合わせてご紹介していけたらと思いますので、よろしくお願いします。ということでね、買ってきたわけですよ。釣り具屋さんに行ってね、大量に買ってきたわけですよ。まずどれから紹介しようかな。まずはですね、ワームからちょっとご紹介していこうと思います。まあワームがですね、もう本当にいつも使ってるこれ、ジャッカルリズムグラブ 2.4 インチ。これがグリパンゴビーっていう色ですね。これ中田ジグにつけていつも使ってるやつです。とこれね、ヤミフィッシュ。ヤミフィッシュのマッディギルとエビ味噌レッドフレーク。これはいつもスプリットショットで使ってました。あとこれね、じゃーん、ベローズスティック 4.8。これですよ。4.8。これのね、クリアキャンディギルっていう色です。4.8 がね、多分一番、やっぱ一番いいよね。うわ、すごい匂いだ。めっちゃ美味しそうな匂いする。とこれもね、スプリットショットいいんじゃないかと思って買ってきた、レイドジャパンファットウィップ3インチ。これはね、ジグヘッドウォッキーはね、よく釣れてましたね。ただちょっと今回スプリットショットにもいいんじゃないかなと思って買ってみました。次、これもね、たまたまっていうか、これもスプリットショットにいいんじゃないかしらっていうことで見つけちゃった、バークレイマックステントのジェネラル、これ水、ミミズっぽいやつ。これのこれは4インチのパープルっていう色ですね。これがまた臭いよね。もうそれもないよ。臭かった。ワンモア以上ですね。次、小物系。めっちゃ揃ってたの、これ。ブレディね。これ、どっちもちなみに 1.8 の2番と3番。あのね、全部揃ってた。全ウェイト、全サイズ。このウィローとコロラド。さ、もう、ブワーって全部揃ってたから、めちゃくちゃ迷っちゃった。すごいよ。だから思わず2個買っちゃったよね。ブレディです。次は、ブリッドショット用。ダブルエッジ。10と30。次、あ、はい、ブレーディングパイルドライバー40。このね、ゴールドが私好きなんですよ。40のゴールド、ブレーディングパイルドライバー。これも後で実際につけてみようと思ってます。これも好きで結構使ってる。ピンフリーショット 7g。 あとこれね、この中田軸、このカラーがちょっと気になっちゃったんですよ。シュリンプっていう色で、オレンジっぽい。オレンジとグリッパンっぽい。8分の3オンス。以上、購入品は以上ですね。あとは、実際にセッティングしていきましょうか。はい、ということで、これはね、赤ワインさんの爆釣ステッカーと、これが、釣りフェスの時に自分で作ったステッカーですね。ほら、こんな感じでーす。中に入れてるの。ここにね、針とか入れて、針ね。この間軽く紹介してるから、別に詳しくはあれだけど。あと、アルファで、ロッド止めるやつ。マスキング。あと、ここジグですね、ジグ。タッピー、マイクロタッピー。うい。
まあ、ここから選んでカバンに入れて、おかっぱりには持っていく感じかな。もう使うアームも決めて、針もそれ用のだけ持ってっていう感じ。いつもよく聞かれるやつからいきましょうか、じゃあ。はーい。これがね、いいんだよね。はいはい。お入れやすい。あ、はい、これいいよね。このなんだろう、適度なファット感。もうすごいいい色だね。もうちょっと実際だと、ちょっと画面だとあれだけど、で実際見るともうちょっとオレンジっぽいか肌色っぽい感じがあるかな。まずね。まずここにグリグリっとちょっと押しながらグリグリっと入れて、なんか一回ねこうフラットにして、ちょうどねこのリブとリブの間に来るんですよ。こう開いてあげて、私は一回出します。まず出して、これが合ってるかどうか、ワームがまっすぐになってるかどうかをまず一旦確認してから、ちょっと戻しつつ、このリブの中に針を隠す感じだね。うん、それで OK。こんな感じ。もう釣れたね。はい。あとは投げて巻くだけ。このセット。こいつら。中田ジグとリズムグラブ。これはね、でもね、基本くっつけるだけなんですよ。ただ、ちょっと、馬場さんから教えてもらったコツがあって、つけるときの。それだけお伝えしよう。グリパンゴビー。まずラバーをね、クイッてやります。クイッてクイッてやって、こうやって持ちます。こうやって持って、大体本当に真ん中ぐらい、真ん中を目指して、真ん中から出してブスッと刺して完成です。で、なんか馬場さんが言ってたのは、ちょっとここ間をね開けるんだって。ここをそうすると、もうテールがラバーに隠れないから、被らないから、ちょっとしたポイントなんだって。それがハニーナゲット。ハニーナゲットやんなきゃ。ハニーナゲット、私が琵琶湖で釣った時と全く同じセッティングをしようと思います。 3.8 パイルドライバー40。そしてまずペグ止めします。ロックして、こいつピンフリショット 7g。 はい、完成でございます。これがあの琵琶湖セッティング、こちらでございます。こうペグ止めして、こうね、シンカーが動かないようにしてます。なんかこうしてもいいみたい。決められた区間フリーなリブ、これもね、なんかいいらしいよ。これが琵琶湖セッティングでした。いかがだったでしょうか？皆さんもぜひ真似していただけると嬉しいです。はい。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ほいじゃのー。